で、これは？イカ。イカどれ？あ、正面にいるわ。ピラピラ動いてる、ピラピラ。で、次、あ、次これ違う。いっぱい釣ったな、俺。はい、皆さん、こんにちは。ピカです。集まれ、動物の森。やっていくよ。いえ、実は何してるんですか？何喋ってるんですか？ついやめときなさい、本当に。あら、死んだの、この人。おはようございます。一日の始まりは挨拶からですね、ウキャ。うふふ、あなたとお話ししているだけでなんか楽しくなっちゃいます、ウキャ。ありがとうございます。今回はね、まあ、前回カウントダウンねやりましたよね。そしたら、まあ、今回はね、ブリじゃねえな、なんだろう、マグロとかカジキマグロとか、まあ、珍しいもんまた釣ったんでね、それをちょっと風太くんに渡していきたい。これをスイッチオンしてください。ね、こいつらあの動くんすよね。あのクリスマスプレゼントをもらったやつよね。これは形変わるんだよ。よし、もうこれはしまましょう。これは個人的にしまっておく。そしたら早速、マグロを取りに行きましょう。はい、カジキマグロ、そしてマグロ、そしてこれがリュウグウノツカイというやつですね。はーい、よーし、これでお魚もだいぶなんか気に入ってるんですね。そう、花見てんのか、ジングルを見てんのか、虫眼鏡か。渡してこよう。あー、ふたさん、すいません、私に何かご用ですか？はい、寄贈する。まずはマグロからこれもね、ふんころがし取ったんで、また食わせましょう。はい、これはこれはマグロですね。貴様、マグレです。はい、よろしければマグロについて解説しましょうか？はい、喜んで。マグロはですね、最大3メートルにもなる大型の海の魚です。かなりマッチョな体を持っていまして、寝ている間も泳げちゃうくらいですよ。まあ泳ぎ続けていないと息ができなくて死んでしまうからという理由もあるのですが。あ、そうなんだ。すっげえ健康に悪そうですね。眠りの質について日夜研究している私としましては、全く理解のできない世界であります。今も寝起きですから。はい、まあこんな感じでございます。はい、よし、頼みますよ。
まあね、これ、こんな顔するライ後ルは、でこんおな顔。魚の展示室だけちょっと見てきたいね。虫はいいけどね。寄贈。これは間違いない、カジキです。はい、カジキっていうのがカジキマグロじゃないの？カジキはですね、角のある独特の形と鱗のない体が特徴的なマグロの仲間です。角も含めると全長は4メートルを超えるとも言われていまして、クジラと喧嘩したりもするそうですよ。そんな攻撃的なところも魅力になって、スポーツフィッシングの世界では大人気なんですよね。荒々しいんだよね、きっとね。よくヨットのですか、まあ後ろでなんかでっかい竿でカジキ釣ってる映像とかよく見るもんね。はいはい。どんな水槽に入るのか楽しみだね、これね。まだありますよ。これはちょっとあなたの喉に突っかえるかもしれませんけど、これです。ほほう、これはこれはリュウグウの使いですね。リュウグウの使いはですね、銀色の長い体と赤い背びれを持つ美しい深海魚です。最長11メートルとも言われるその姿はとても神秘的で、古い伝説の中にも登場したりするんですよ。貴様の首も締め付けたいくらいです。はい。とても深い海に住んでいるため生態はよく分かっていないものの、割と釣れたりします。そうなんだ。タチウオとまた違うんだよね、きっとね。もしかして私たちに何か伝言でもあるのでしょうか、特に貴様に。はい、はい、そうですね。まあね、僕昔ね、釣りやっていて、まあお遊びでですけどね、まあそれでこの蛇みたいの、ウツボみたいのね、ぐにゅぐにゅと深夜に釣れたんですよね、夜の真っ暗の海でね。それからもう釣りはやめました、気持ち悪くて。はい、そういうお話もあります。でもね、釣りのピクピクという引きがまたすごいんですよね。ゲームのコントローラーの振動とは全然違いますからね。もう一つあるんですよ、とっておきのが。さっきまでうんこ転がしてましたから、もうコロンコロンとね。まだ多分足についてると思いますけど、遠慮なく食ってください。なんでもありません。あなたひでえものばっかり持ってきますね、あなた。はい、どうなされます、やはり解説しなくちゃいけないんですか。はい、フンコロガシは動物の糞を食料にして暮らしている虫ですね。糞を転がして歩くという信じられない変態的な生き様の虫ですが、古代エジプトでは太陽を運ぶ神の化身とされていました。それにしても糞を食べるとかどうかしていますよ。グロテスク。それはさておき、たとえ苦手なものであっても責任を持って大切にお預かりします。はい、食ってください。食べますよ、そこんとこ。もうないっすよ。
よし、じゃあ、魚の方だけちょっと見させていただきます。こっちね。みんな、ここ入るの2回目だよね。あ、こんなの飾ってあんのか。あ、金魚だ、金魚。何日に釣ったとか書いてあるよな。寄贈。このピカ様寄贈って書いてあるね、この。2020年12月5日、金魚。ははははは。何がおかしいんですか？ん？何がおかしいんですか？ん？これは何ですか？あ、こ、なんだ、3種類あるんだね。これ見てみんな。この、なんだこれ、看板みたいの、1、2、ここにも貼ってある。これなんだ？展示品寄贈のご協力よろしくお願いいたします。宇宙戦艦マヤ等博物館。かりました。あ、ブラックバス。ピカ様寄贈。はい、11月11日。とてもいい日です。来い。ああ、奥がブラック。ちょっと待って、グッピーいるじゃないか、グッピー。こう、正面の黒いの鯉だよね。奥のブラックバスで、これは？これじゃないかな、おそらく。俺、違うとこ読んでたのか？あれ？おかしいな。まあ、で、下押せばいいのかな？おかしいぞ。もう一匹いるはずだ。あ、卵！皆さん、グッピーじゃありません！飛び込みます！ 卵です、みんな。ね、適当な、この博物館長、寄贈者を、舐めないでください、本当に。これは何ですか？何も入ってねえのかな？何も入ってねえな。これは？まあ、全部ここの部屋から見ていきましょうか。これは？まあ、何も入ってねえな。これなんだ？ピラニアか？船となんだ？追い川。これなんだ、これ。これか。ワカサギ。ああ、ケツ狙ってるやつね。でっけえのの後ろで。それとチョウザメ。まあ、ワカサギが、多分2、3日で食われるでしょうね、これはね。これなんだ。まあ、ちょっとした本当の水族館行ってるみたいね、これね。タツノオトシゴ。はい、フグ。フグどれ？それタイですけど。あ、あれだ、みんな、あれ、あれ。正面にいるわ、奥にいるわ。これアップ機能嬉しい。これアップ機能嬉しい。どれがどれかわかんないもん。ちょ待て。で、これは？イカどれ？あ、正面にいるわ。ピラピラ、動いてる、ピラピラ。で、次、あ、次、これ違う。いっぱい釣ったな、俺。タイ。ね、赤いのね。2匹いるけど。なんで2匹いるんでしょうか。カレイ。おお、ああいう風に泳ぐのか。へえ。砂に潜るのも表現してほしいよね。ヒラメ。ほほほほほ。へえ。まだいるだろう。タコ。おお。面白い。これ面白い。ミノカサゴ。うーわー、毒のやつだね。隠れてて。出てきた。
了解。スズキ。ああ、一番よく釣ってっかもしんないね、これ。はい、オッケー。この下なんか、なんもないか。あ、これね。妖精さん。クリオネ。うん。あ、まあまあ、見栄えよくするためにいっぱいいるのか。バイガイ。はいはい。オッケー。こん中何？わあ、こうなってんだ。うわあ。で、こっち行って。これは？はいはい。あ、ここなんもいねえの？へぇクリオネね。いやいやいや、小さい、なんだ、水族館に匹敵するくらいだよね、これね。で、こっちなんだ？あ、イワシか。あ、イワシは、最初に見たような気がするな。あ、イワシ食ってるカジキマグロとブリが、食いまくってるかもしれん。あ、マーサいる。なんしてんの？あ、リュウグウの使い見てるんだ。おい、おい、おい。あ、すまん。奇遇だね、ピカちゃん。こんなところで会うって嬉しいな、ラン。ここにいると心が落ち着くよね。薄暗いからかな。それとも優雅に泳ぐ魚を見てるから、ラン。両方ですよ。あなた、僕のやったそのハートのエプロン気に入ってくれてるみたいだね。いや、嬉しいな。来てくれるのかな、いろんなもんあげたらね。そしたらどんどんあげたいな、みんなに。あれ？おかしいぞ。あ、こっちか。あれ？あ、これか。リュウグウの使い。はい。本日ですね。2021年1月6日。ちょうちんあんこう。はーい。オッケー。これはなんだ？ここ潜水艦だよね。で、これはダイビングスーツか。こっちから来たから。まあさ、あー、真剣ですね。アンチョビって一匹だと可愛いけど、丸まってると迫力あるよね。イワシと間違えてるクソ野郎はいないよね、まさか。ねえ、本当に。ライブ会場に向かう人たちみたいな、ラン。あの魚ってピカちゃんが持ってきたんじゃないの？わあ、すごいじゃん。うん。おかげでじっくり観察できたよ。やっぱ本で見るのと生で見るのとは違うね、ラン。イワシと間違えてるやつ見つけたらぶっ殺したくなるくらい私アンチョビが好きなの。はい。本当にアンチョビなの、あれ。イワシだろ。アジ。あ、奥のやつがアジね。アジな泳ぎしてますね。他は、アジしか、他どこだ？なんか食ってるぞ、マグロ食ってる。パカーっと言ってろ、今。アンチョビ、アンチョビなのか。イワシじゃないのか。カジキ、マグロ。オッケー。
で、ここから来たね。ここから来たんだね。これで全部回ったかな。全部回ったっぽいわ。ここ回ったよね。棚ごと間違えた野郎がいるからね。こいつをね。棚ごじゃない、グッピーとか。本当に適当な人間は弱る。結構面白かったわ、風太さん。今にあの恐竜の化石とかもね、迫力あるのかわかんないが、これなんだろう。あ、絵画だな。おそらく絵画。まだ一つしか買ってねえから、ここはダメです。はい。OK。そしたら、アーレム。おはよう、ふわ。今日も宇宙戦艦マヤとは平和だね、ふわ。本当に平和だよ。いいね。はい、それではね、今回はここまでにしときます。またね、変わったこと、そしてまあイベントとかね、あったらアップしていきたいと思います。また見てやってください。チャンネル登録嬉しいです。それでは、またお会いしましょう。またね。